ムアイ・エミリオス・スタンリー・キバキは、ケニア共和国第三代大,大統領、国家統一党党首、中央州にエディ出身、元副大統領で閣僚も経験している。先例名は、イタリアの宣教師にちなんだものだが略される場合も多い。1963年の独立以来初めて、ケニアアフリカ民族同盟から政権を奪取した、同国における歴史的人物である。 ダニエル・アラップ・モイ政権の非民主的な状況は、彼の政権の成立によって大きく改善され、言論政治の自由や民主化が進展したことは、特筆すべきである。ただし、その後の彼の連合政治組織への裏切りや、菊油人の友人を中心とした、優遇策は、彼と連合を組んだ政治家の多くから批判され、国民の反発も呼んだ。そして、 憲法改正問題や2007年の大統領選挙の結果をめぐる彼の側が選挙不正を行ったという疑惑は2007から8年の国内の政治紛争を招いた。しかし2008年の2月にアナンの仲介によってライバルのオレンジ民主運動のライラ・オディンガと和解連立政権を組み2期目をスタートさせた2012年の大統領選挙には出馬せず 翌年4月に引退した。ニエリ県オタヤ地区のガトゥヤイニ村での農民のキバキ、義信寺とテレジや湾ンの間に生まれる。義兄のポール・ムルル氏の援助で教育を受け、漫画高校で優秀な成績を収めた。キバキは、高校卒業後に軍人になりたかったが、植民地総督のウォルター・クーツの決定によりゲマ、共同体の出身者は、植民地軍から排除された。 カンパラのマケレレ大学で経済学、歴史学、政治学を学び、1955年優秀な成績で卒業して、奨学金を受けロンドンスクール・オブ・エコノミクスへ留学、修士学位取得後一時、マケレレ大学で経済を教える。1960年カヌ結成に参加、憲法起草に関わった。 1963年ナイロビのドンホーム選挙区から国会議員に立候補し当選以来国会議員である。1963年に財務政務時間権経済計画委員会議長。1965年に商工大臣となる。1969年からは財務経済計画大臣となる。1974年に郷里のおたや選挙区に地盤を移した。 同年木バキは、タイム氏の未来の100人の指導者の一人に数えられた。1978年、ダニエル・アラップ・モイが、ジョモケ・ニアッタの公認の大統領となると、副大統領に選ばれた。そのまま、財務大臣を続けたが、1982年に、内務大臣に、転任。1988年に副大統領から、外され、厚生大臣に転任した。 1991年12月木脇は複数政党制を禁じた憲法の大通営上の撤廃の数日後にカヌーを離れ民主党を結成した。1992年の大統領選挙では3位、1997年の大統領選挙では2位であった。前述したように2002年の当選後、彼は連合組織や国民の期待を裏切り、その政治姿勢を問われた。 そして2005年の政府提示の改正憲法案否決などの苦しい政治状況の中2007年末の大統領選挙を迎えた2007年12月27日大統領選挙が行われ12月30日選挙委員会は木場木の勝利を報告した木場木の勝利宣言と一方的就任に対して対立候補のオレンジ民主運動のライラ・オディンガは政府側つまり 木脇側の選挙の不正を主張。タ部族が大統領の出身部族である、菊油族に対する攻撃を行い、暴動が起きた。これに対し、警察官が発砲するなどして、双方に死者が出た。各地で民族対立が激化し、創始者は1500人以上に上った。ありがとうございます。